イエローキャブ、イエローキャブはアメリカ合衆国の各地で使われるタクシー会社の名称。その名称はシカゴを拠点とするタクシー会社、現社名イエローキャブシカゴインクとタクシー製造会社イエローキャブイエロートラックコーチマニファクチャリングカンパニーが起源とされる。シカゴのタクシー会社とは資本関係のない会社も多く、 タクシー運転手の共同組合として組織されているイエローキャブもある。黄色いボディが特徴的。ニューヨーク市では会社の別に関わらず、流し営業を行うすべてのタクシーが黄色に塗装されている。日本では主にニューヨーク市を走るタクシーの故障として使われる。1915年、ジョン D ・ヘルツが始めたタクシー会社が 遠くからでも最も目立つ色は黄色であるという研究結果に基づいて車両を黄色に塗装したのが始まりである。イギリス・ロンドンを走る黒色のロンドンタクシーと並び世界で最も有名なタクシーの一つである。現在約1万3000台のイエローキャブがニューヨーク市タクシーリムジン委員会 TLC ニューヨークシティタクシーリムジンコミッションに登録されている。 タクシー運転手やタクシー会社は、同委員会の発行する免許がないと営業することは、できず、この免許、もしくはこの免許のもとに運行されているタクシーは、メダリオンと呼ばれ、1967年以降、これらのタクシーは、車体を黄色に塗装することを義務付けられている。約4万2千人いるニューヨークのタクシー運転手の、うち、約82%を、 アメリカ国外の出身者が占める。そのうち23%がカリブ海諸国の出身者、ついで20%が南アジアの出身者である。これらのタクシー運転手のほとんどが蒸気営業免許を保有しているわけではなく、ライセンスの対応を受け営業している。なお、これらのタクシーの正式名称は NYC タクシーである。また、イエローキャブの他に、 ニューヨーク市内には4万台以上のハイヤーが存在する。なお、ニューヨークのタクシーはスピードの出しすぎや料金を誤魔化すこともあるので注意が必要とされる。2011年5月3日、日産自動車の NV200 がニューヨーク市の次世代標準機種に選出。それまで16車種を使用していたが2013年から2018年までに13,237台を。 順次入れ替え、10年間にわたって日産が独占供給する計画だった。しかし地元タクシー業界は反発、市側を提訴。2013年10月8日、地元裁判所が日産社の購入を強制する権限は市側にないとの判決を下し、日産の独占計画は暗礁に乗り上げた。日産社独占計画はマイケル・ブルームバーグ市長、 当時肝入り計画であったが、次期市長に導入会議派のビルデブラシオが当選したことも影響とみられる。2014年6月10日、ニューヨーク州高等裁判所は合法と判断し、地裁の判決を覆した。2015年6月25日、ニューヨーク州最高裁判所も合法との判決を下した。2018年6月13日、ニューヨーク市が NV200 の独占供給の規約を見直したと報道がなされた。最高裁の判決に拘束力はなく、ドライバーや事業者は順次新たにリストアップされたトヨタやフォードを含む30車種弱の中から選択が可能となった。元の NV200 が貨物車ベースであることが禁した乗り心地の悪さや修理の多さがドライバーから指摘されたと報じられている。 1950年代後半からは、チェッカー社が製造するチェッカーキャブ、正式車名はタクシーキャブが大勢を占めていた。同モデルは1982年で製造が終了し、2000年代前は、ホード社の大型セダン、クラウン・ビクトリアが全体の約9割を占め、特殊バンパーが装備されているものなど、警察車両の払い下げ品も見られる。 1970年代のオイルショック後にフランスのプジョー505が輸入車として初めてイエローキャブに採用され1980年代まで使用された。日本車では1990年代のホンダオデッセイイスズオアシスが最初であり2000年代後半はミニバンのトヨタシエナが前日のクラウンベクトリアに次ぐ主要車種となっている。 2005年には、ハイブリッド車を積極的に導入する政策が始まり、これまでにフォードエスケープ、トヨタプリウス、同ハイランダー、レクサス RX などのハイブリッド車が採用されている。2018年現在、次世代機種に選定された、日産、NV200 以外にも、トヨタプリウス V、日本名、プリウスアルファや、トヨタカムリハイブリッド、 トヨタロブ4等のトヨタ車が多数走っているほか、少数ながらもクラウンベクトリアや、同じフォードのエスケープハイブリッドの姿が見受けられる。全体的に大型、もしくは車内は広いミニバンがほとんどであるために、手荷物などを多く積むことが可能である。2007年5月、ニューヨーク市長、マイケル・ブルームバーグは、排出ガス抑制のため、2012年までに1万3000台の、 イエローキャブすべてをハイブリッドカーに置き換える計画を発表した。しかし、上述の NV200 はハイブリッドカーではない。また、NV200 がタクシーに採用されたことも理由となり、上述のタクシーハイブリッド化計画は思ったように進んでおらず、数は減ったが、現在もガソリン車であるほどクラウンビクトリア、トヨタシエナが走っている。 世界有数の大都市であるニューヨークの名物の一つでもあるため、イエローキャブを題材にしたり登場する映画がこれまでに多数撮られている。また、一般車両にも同社のタクシーが走っている。ニューヨークのイエローキャブは1年間に2億4000万回利用され、1回の平均運賃は約6ドル、その運賃の合計は約15億ドルに達する。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。